ブレーメンのマルクト広場の視聴者とローラント像はドイツの世界遺産の一つ。その名が示す通り、ブレーメンの中心的な広場であるマルクト広場に面する視聴者と広場中央に立つローラント像を主たる登録対象としている。ブレーメン視聴者には自由半座都市ブレーメンの三次会議長及び市長がいる。この庁舎はヨーロッパにおける ブリックゴシック建築の最も重要な例障の一つである。視聴者は旧市街のマルクト広場に立っており、真正面にはローラント像が立っている。広場の向かいには商業会議所が立ち、右手にはブレーメン大聖堂と近代的な市議会、左手には聖母協会が立っている。広場の西側にはゲアハルト・マルクス作のブレーメンの音楽隊像が立っている。 旧市庁舎が建てられたのは1405年から1409年のことだった。1595年から1612年に建築家、リュダー・フォン・ベント・ハイムが手直しをし、広場を見渡す新しいファサードを作り上げた。ベーザー・ルネサンス様式で建てられたファサードは、ハンス・フレーデマン・デ・フリース、ヘンドリカ・ク・ホルツィウス、ヤコブ・フロリスといった、 オランダルネサンスの巨匠たちによって基礎付けられた建築的要素に特徴付けられている。1909年から1913年の間にミュンヘンの建築家ガブリエル・フォンザイドルによって建物後部にネオルネサンス様式での追加が行われた。バルコンの上に見える立像はカール大帝と7人の選定校たちをあわらしいている。 ブレーメン氏の60%以上が怪人と会した第二次世界大戦中の爆撃では市民たちは視聴者の外壁を囲いによって追い戦火から守り抜いたこの視聴者は何度も回収されているが一番新しい回収は2003年のことであるローラント像マルクと広場に立つローラント像は中世文学ローランの歌に登場する英雄ローラントをかたどった巨大な立像である ブレーメン市内には4体のローラント像があるが、ブレーメン大聖堂に面して、丸くと広場中央に立っている像が、最もよく知られている。像そのものは60センチメートルの円岸の上に、立っている高さ5.47メートルの立像だが、支柱に支えられた天外の高さは10.21メートルである。1404年に建てられた、この像は、 ブレーメンの自治都市としての尊厳を象徴するもので、当初は木造だったが、ブレーメン大司教の手によって放火され消失した後、石像で再建された。ブレーメンの象徴とされた、この像はたびたび東海の危機に見舞われたが、その度に市民の手によって守られ続けた。第二次世界大戦時には、市民の手によって築かれた、レンガ製のシェルターによって保護されていたほどである。言い伝えでは、 この像がブレーメンを見守り続ける限り、その自由と独立は守られるとされてきた。このため、視聴者の地下には、オリジナルが倒壊した時のために、第二のローラント像が取得されているなどと、まことしやかに語られることがある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。